やばいやばい、もう始まる。はい、ただいまです。はいはい、ということで、今から何をするかというとですね、まず購入品紹介つったって、あの新グッズ出たじゃないですか、ちゃんかしゃ今画面上に多分編集で見せてると思うんですけど、新グッズがその販売発売しだしたんですけど、私はちょっと今回はぐっとこらえて我慢して買いませんでした。で、会場で何買ったかっていうと CD です。はい、特典とかがつくね CD を4枚買いました。はい、で私なんていうの、買ったんですよ一応。あのなんていうの、4月6日のファンミーティングの時に予約して、で初めてこう生で見たんですよ。なぜジャケ写っていうの、めっちゃかっこよくてもう気分めっちゃ上がってます。はい、めっちゃかっこよくてやばい。もうヨカちゃんやばくない？このヨカちゃんかっこいい。ピントが合わない、ピントが合い、あった、このヨカちゃんめっちゃかっこいい、やばいよね。はいピントが合わなくなった。あった。はい。ということで、この4つを買ったということは、サイン入りフォト、なんていうの、サイン入り写真、フォト写真がもらえるわけですよ。はい。もちろん論で。で、特典をね、私は狙ってたんですよ。ちゃ。あの、学校帰りで私、もともとが、めっちゃギリだったんですよ。会場5時。で、
そう、整理番号が100番台の前半だったんですよ。100から150番の、あの、なんて、ところ整理番号が。そうで、そうだから呼ばれるのも早いし、そうだからもう、だいたい5時前だからちょっと着いたんですけど、だからあの、なんていうの、4時55分とかマジでギリギリ。で、行ったら、あれ、CD どこで売ってますかって聞いたら、CD は今は売ってません、みたいな。なんか、7時とかかな。なんか、最初、あれの聞いたスタッフによると、7時からやります、みたいな。え、じゃあ無理やん、とか思ったんですよ。特典、あの、こちら、じゃん。あの、30名様限定に、あの、サイン会と、スマホ撮影会の、あれがもらえた、するのと、あと、なんていうの、等身大パネルみたいなやつを一人だけもらえるみたいな。そう。それを狙ってたんですけど、え、じゃあそれないじゃんみたいな。特典もなくねみたいな。思ってて、じゃあ諦めるかと思って、その、なんていうの、ゼップ羽田の入り口付近、なんか整理番号が呼ばれててみんなが待機してるところら辺で待ってたら、CD 販売しだします、みたいな、再販っていうのをしだしますって言われたから、もちろん4枚買ったんですよ。だけど、いや、そこで特典が入ってたのかなっていう、ちょっと、どうなんだろうっていうところが思いました、あとあと。いや、特典あれ入ってたのかな？いや、なんかわかんない。いや、入ってないって分かってたら、私はチェキの方を、にお金を出す予定だったんですよ。もう、なんか間に合わなかったりしたら。だけどなんか、一応、間に合ったっちゃ間に合ったけど、いや、果たして、その、この、もらった中、もらっていっぱい置いてあったんですけど、その中から、その、なんていうの、スタッフさんっていうのかな、が選んで4枚くれたんですけど、じゃあ果たして、その大量にあった中に本当に特典が入ってたのかなみたいな。そういうちょっと疑問点というか、え、本当に入ってたっていう、ちょっと疑いはありますけど、まあ、入ってたってことを信じましょう。はい。ちょっと話が、前振りが長くなったということで、一応、あの、見たんですけど、ちょっとまだ誰が来たのかとか覚えてないので、焦ってたから、いきます。まず1枚目。じゅん。トワちゃん、そう、トワちゃんは来たのもう覚えてる。あともう一人覚えてるんですけど、まあ、言わないです。はい。トワちゃんかわいい、トワちゃん来ました。はい。かわいい。かわいくないかな、トワちゃん。全然ピントが合ってくれない。あった。かわいい、このトワちゃん。もうなんか、抽選当たんなくていいから落書き当たってくれって思ってました、ずっと。はい。落書きめっちゃかわいい。もうこれ落書きじゃなかった。うん、かわいいね、とわちゃん、やっぱり。はい。あ、どうしよう。じゃあ、一枚一枚、並ばして、この上に、ポンと。めっちゃピント、ずれ。よいしょ。うん、こうした方がいいか。はい。じゃあ、二枚目。せーの。あ、そう、この二人も覚えてた。そう、だからめっちゃ今日トワちゃん来んなーって思ってた。トワちゃんとももちゃん。ももちゃんかわいい。ピントが合わない。あった！ね、めっちゃかわいくない？このももちゃん。えらくない？めっちゃかわいいかも。このももちゃん好きかも。はい。もうトワちゃんもニコニコスマイルで。かわいい。この衣装、変だよね。手袋でなんか、ピースがしにくい感じ。わかんない。着たことないから。だけど、見た目上、着にくそう。ん？なんていうの？着にくくそう。じゃあ、まあ、はい、はい。3枚目いきます。せーの。お、そう、クレア来たんですよ、クレア。クレアのソロバージョン。かわいいね、クレア。またピントが合わない。もう嫌。クレアが来てくれて、嬉しい。被ってない。あ、言っちゃった。被ってないんですよ。前回のポットと。被ってないから、めっちゃ、でも、嬉しい。そう、被ってたら結構、
あ、かぶったって感じですけど、でもかぶってて、どっちかが落書き書いてなくて、どっちかが落書き書いてやったら、全然気持ちは違うんですけど、落書き書いてなくて、かぶったら、ちょっと、あ、かぶっちゃったってなりますね。はい。ラスト4枚目、せーの。そう、ヨーカちゃん来たんですよ。こちら、ヨーカちゃん。めっちゃ可愛くないこのヨーカちゃん。なんかしてピースしてる。あ、いや、なんか最初こう一番上にあったんですよ、この写真が。その時にこうした時にもうヨーカちゃんのサインが見えて、え、もうこれ確定やんヨーカちゃんと思って、そしたらめっちゃ可愛い可愛いヨーカちゃんが来てくれました。ありがとうございます。お、キラちゃんのサイン2個目だ。2枚目、2個目、どっちかわかんない。モモちゃんも2個目だ。クレアも2個目。かわいい。はい。ということで、ピントが合わない。こんな感じの、めっちゃグラグラ。こんな感じで、の、なんていうの、特典になりました。はい。で、もう一つ。あれですよ、あれ。入場者限定にもらえる、やつ。やつ。待ってくださいね。ジョン、これ。はい。なんていうの、なんかチキ、なんかランダムでメンバーのからの手紙がもらえるみたいなやつですね。はい。で、これとあとこの中に入ってたなんかリストバンドみたいな。ジョン、これ。これももう本当欲しくて欲しくて、これが。そう。めっちゃ欲しくて。で、4月6日一応行ったじゃないですか。あの、動画上げたように。もう、あの、落ちたので、4月6日は当選しなかったので、グッズだけ買いに行った日だったんですよ。で、そう、これがもらえたり、このラブレター、ラブレター、ラブレターじゃない。手紙、メンバーからのランダム手紙がもらえたりとか、そういうの、なんていうの、お土産み、なのかな、お土産っていうのかな。それをもらえるとか、公式で、あの、予告あった時に、もう本当に行きたかったなと思って、もう幸せやん、そんなんと思ったの。で、これもらえないんだろうな、一生自分って思ったら、思ったら、今回の5月24日の当たって、もらえたんですよ。本当に嬉しい。本当に欲しかった。はい。もう、ここつけて、つけてました。こうやって。入んない、はい、入ります、ちゃんとつけて、あのライブ見てました。はい、ということでこれを開けていきましょう。あれですね、これ、こちらガールズガールズ岡崎体育さんのライブ出ますね。はい、私は行かないんですけど、まあ、行く人もいると思うんですけど、はい、それのなんか告チラシ、うん、チラシです。はい、では、え、めっちゃもう、え、だってこいしょ、あ、いる、いる、いる。え、誰か予想する？いや、もちろん、ヨーカちゃん来てほしいよ。ヨーカちゃん来てほしいけど、誰、ゆずは絶対来ない。釣ってきたらどうしよう。ゆず引きだってさ、見て。ゆず引いてないんだよ、全然。ゆず全、ゆず引き弱いから。え、釣ってゆず来る？みさきちゃんかな、みさきちゃん。みさきちゃんにしましょう。いきます。え、待って、マジで緊張する。でも、ゆうかちゃんがいい。まあ、そりゃ推しだから。ほんと、誰でも来ても嬉しいんですけど。あ、でも、キラちゃんっぽい。まあ、いいや、いきます。待って、いきます。せーの。ね、嬉しい、嬉しい、嬉しい、やばいね、やばい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 。わがわようかって書いてあります。ね、ね、地引き、あ、地引き、手に触ってない。地引きしました。あ、嬉しい、待って、待って、嬉しい、本当に嬉しい。
しい、やばい、マジで本当に嬉しい。え、ガチめに嬉しい、マジで。めっちゃマジで言うじゃん。え、マジで嬉しい。みんなのことが大好きって書いてある。ちょっと読みます。はい、多分カットになる。心に行くとは。なんでマジで嬉しい。うわ、地引き、え、完全地引きじゃない？なんていうの、いやでも地引き、なんていうの、そのさ、これもさ、りょうかちゃんのさ、あの4月6日のファンミーティングの時、りょうかちゃんのサイン引いたけど、これソロじゃないんですよ。ソロでの、あの、なんていうの、ソロのやつでは引いてないんですよ、まだ。で、まあでももちろんその、アクリルキーホルダーとか、まあそれはもうね、完全とした地引きなんですけど、なんか、このお手紙だけ、1枚じゃなくてもらえるの。そう。もらえるの1枚だから、特別感半端ないんですよ、これ。いや、多分分かると思うんですよ。いや、分かってください。強制。そう。いや、そうじゃないですか。だって、なんかこういうフォトカードとかって、なんていうの？買ったらいくらでももらえるわけじゃないですか。まあ、数量限定だからなくなったら終わりだけど、あったら何個も買ったら何枚ももらえるわけじゃないですか。だから、ヨカちゃんを弾けるときはあるとは思うんですけど、こういう、その、来場者限定、みたいな感じで、一人一個しかもらえられない、もらえね、ん？一人一個しかもらえない、あの、レアな、こういうので、地引きするのって、いや、マジでこれこそ、完全地引きだよね。いや、マジでこれこそ奇跡っていうか、よくない？だって一枚だよ。やばいよ。え、マジで嬉しい。本当に嬉しい。やばい。え、わかります？その一枚しかもらえないからこそ、その一枚が推しだと、めっちゃくちゃ嬉しい。やばい。だって私、1公演しか行けてないんですよ。ファンミーティング、今回の。4月6日も落ちて、で、新潟とかいっぱいいろんな地方でやってるわけじゃないですか。で、学生だからそんな遠征できないし。そう、だから、東京でしか書け、あの、東京でしかなんていうの、応募できない状態。だから、そう、ヨカちゃんのこれとかを弾く確率が少ないにもかかわらず、弾けて、マジで嬉しい。本当に嬉しい。もうテンション爆上げ。はい。もう嬉しいですね。はい。イエーイ。はい、ということで雑談タイムに入りたいと思います。私の好きなコーラとスナックを飲みながら雑談していきたいと思います。ということで、ケビ。美味しい。はい。ということで、何も変わりもない、多分画面で、皆さんつまんないと思うので、彼女たちを置きたいと思います。はい、ということで、今回はね、ファンミーティング、プラスリリースイベントという、リリースパーティーということで、まあ、すごい盛りだくさんのね、内容だったんですけど、自分が印象に残ってるのは、あの、運動会、紅白運動会にしたんですけど、なんか、タイムを使うゲームがあったんですよ。その時に、なんか今回の、今日のタイマーがめっちゃ早かったらしくて、秒数が。その時に、じゃあめっちゃ早いから、みさきちゃんだったかな？みさきちゃんが早いから、本当は15秒だったんですよ。だけど30秒にするみたいな感じで言ったんですよ。そしたら、ももちゃんが、なんで増やすの？なんで増やすねんみたいな。なんか、なんだっけ忘れちゃったけど、関西弁で、なんで増やすのみたいな。それ、まじ、なんか面白かったの、正直。でも自分は全然面白くない。あの、自分がやると全然ね、面白みがないんだけど、なんだっけ自分、ん？めっちゃ、ドストレートに、早口言葉みたいな感じで、なんで増やすねんみたいな感じで言って、もう、その時ちょっと面白くて、クスって笑っちゃいました。ツッコミが、すごい、早口ですごい、なんで増やすねんって言うから、めっちゃ面白くて、
ももこちゃん可愛いなって思いました。はい、まずそれがエピソード一つ目を一つ目と、あとめっちゃ、そう、さっきも言ったんですけど、パンサーもらいました、ヨガちゃんが、イエーイ。はい、ということでマジで嬉しかった。ずっとうちはブン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 振ってた。そう、そしたら気づいてくれて、手振ってくれて、こっちも手振り返して、はーいみたいな感じ。そうめっちゃ嬉しかった。はい、ということで雑談って言ってもそれぐらいなんですけど、ですね、ここでなんかいっぱい告知されたんですよいっぱい告知されたので、どれから言えばいいのかがいまいちそこまで分かってないんですけど、まずガーズガールズオリコン1位おめでとう。あ、画面内でそう、オリコン1位なんですよ。今までそう2位ぐらいしか取ったことがなかったのに、やっと1位取れたって彼女たちも言ってて、もう嬉しかった。ファンとしてもおめでとうって感じ。そうで、それプラス会場前に言われた、告知されたんですけど、読売ジャイアンツ VS 北海道日本ハムファイターズ試合前パフォーマンス決定おめでとう。え、マジで、私巨人ファンなんですよ。で、昨日、今撮ってるのが24日なんですよ、5月。24日で5月23日、昨日、巨人戦見に行ったんですよ。巨人戦対 DNA。いや、だから普通に野球観戦好きなんですよ。で、昨日久しぶりに行けて、もうずっとテンション高くて、え、今日はだって野球観戦でしょ、そして明日はガールズガールズのライブでしょ、めっちゃ楽しみってめっちゃ言ってて、でも気づいたらもうガールズガールズのライブも終わって、本当に楽しいことだけはすぐすり、なんか過ぎ去るんだなっていう悲しみに追われてたんですけど楽しいからいい。いや、そう、それがやめ、もうね、もう東京ドームで踊るということで、もうすごい、もう、まあ、めでたい。めでたいし、すっごい楽しみにしてる。で、行けるかわかんないんですよ、まだ。チケットとかが、なんかあれだから。行けるかわかんないんですけど、まあ、行けることを願って、チケットを、探したいと思います。はい。ということで、ラスト。超重大報告。もう私は、感づいてました。今日言われるんだろうなって感づいてました。まあ、もうこの喋り方で多分皆さんわかると思うんですけど、2023年秋ガールズガールズライブツアー開催決定。そして昨年のライブツアーシャングリラでは開催してない地区でも開催、地区での開催も予定しているそうです。はい。詳細は後日公式サイトにて発表するので、ぜひ皆さんお楽しみだそうです。もう、待ち望んでた。もうだって、ファミ、みんながパフォーマンスしてる時に、いやもうそろそろ告知来るんじゃないかなってもう自分で思ってたんですよ。冬とかにライブあるって絶対今日告知されるよな、みたいな。で、今日告知、なんていうの、機械的に告知する、機械的に今日しかないなって思って、今日言われんだろうなって思って、美咲ちゃんがその、はい、ヨカちゃんとキラちゃんがこういう番組出ます、おめでとうございますとか、オリコン1位です、おめでとうございますとか、そういうのを報告してて、これは来んじゃないのかと思ったんですよ、ライブツアー。そして最後に重大発表がありますみたいな感じで言い出して、それで2023年って言い出した瞬間、あ、これは来たわと思って、これは来た、どうせライブツアーでしょって言ったら、秋ライブツアー決定。もうね、もうたまって楽しみすぎて、あ、嬉しい、マジでありがとうって感じ。そうだから、それまでになんかその特典あったじゃないですか、買ったらこれもらえるやつ。そう、これ私コンプするのが夢なんですよ。で、多分これをコンプするのも時間かかるし、そう。だから、コンプするのは、だって、これ30種類だから、一番安い通常版の1650円でも3万円以上はするから、そう。それプラス、
特典ですよ。だから今回だったらサイン会とかスマホ撮影会とかそれが入ってるから、それを当たるためにはもっと買ったりするじゃないですか、多分いろんな、あのてか買うんですよ私だったら、絶対お金あったらいやそうだから、次はそれを果たしたいから頑張ってお金も貯めて、でグッズも出るから、絶対っていうかもう普通に出るから当たり前のように、だからそれを買えれるように頑張って貯金もしなきゃなって思いました。そうめっちゃ嬉しい、本当に嬉しい、もう生ず望んでたって感じ。はい、ということでこれで重大報告は終わります。はい、こんな感じですかね今回の動画。バイバイ。